による核・ミサイル開発の進展を受けて、政府は弾道ミサイルを迎え撃つための新しいシステムの開発を検討していることが判明しました。高出力レーザーを発射直後の弾道ミサイルに照射し、無力化し破壊します。だが、現在の装備では迎え撃つことが困難なロフテッド軌道での発射を繰り返しているので、新しい技術で対応するつもりです。エネルギーをミサイル弾道などの一点に集中して破壊するための兵器は、総称して指向性エネルギー兵器と言われています。レーザー以外に電磁パルスやレールガンなどを装備した兵器が研究開発され、実用化されたものもあります。高出力レーザーは工業用の溶接や切断に使用され、低出力レーザーは通信などに使用されています。軍事用途の場合、大気中の減衰を抑制し、長距離まで高エネルギーを供給する必要があります。現在、100キロワット程度がテストされていて、数キロメートル以内の無人機や小型のボートなどを無力化することが可能なレベルに到達しています。電子パルス兵器は現在のレーダーの2倍の出力を持ち、そのエネルギーを電子的にスキャンして突入してくる弾道ミサイルの弾頭部に集中することで、その内部の電子部品などの性能を破壊し、機能不全に陥らせるというものです。電子的なレーダービームのスキャンは、フェイズドアレイレーダーと同様の原理であり、この点では日本は高度な技術力を持っています。レールガンは、リニアモーターカーと同様の原理を活用して、電磁誘導によって砲弾を加速し、以前の数倍以上のエネルギーで発射し、直接的のミサイル弾道にヒットさせ破壊する兵器です。米軍は、これまでの戦車砲の約3倍のエネルギーを持つレールガンをすでに開発しており、近距離防御用の兵器として艦艇に搭載しテストしています。これらの指向性エネルギー兵器が実用化されれば、飛ぶ弾道ミサイルのほとんど完全な空中撃破ができるようになると思われます。現在の MD、ミサイル防衛システムでは、迎撃ミサイルにより超高速で飛んでくる弾道ミサイルを攻撃して破壊するには、ターゲットの未来の位置を割り出し、その方向にミサイルを誘導しなければなりません。また、核弾頭を確実に破壊するためには、弾頭部に直接命中させる必要があります。そのためには、内蔵するコンピューターも誘導装置ももっとハイレベルになるので、ミサイルもさらに大きくする必要があります。結果として、価格も上昇し、予算の制約から保有数は減少し、大型化するので、艦艇などへの搭載数も制限されることになります。したがって、多数の ICBM、大陸間弾道ミサイルの撃墜能力には限界が訪れます。指向性エネルギー兵器で、大気圏に入った弾道ミサイルの核弾頭を数百キロメートルの距離から照射し、そのエネルギーで破壊が可能になれば、最速の秒速7キロメートルくらいのICBM の弾道でもほとんど確実に着弾、起爆する前に破壊することができるようになります。地上のレーダーに見つかりにくいように、地表近くを飛行する巡航ミサイルについても、上空からの監視で発見され、照射されれば絶対に破壊されることになります。このことは、弾道ミサイルと巡航ミサイルの両方が、核兵器を含む様々な弾頭を輸送する手段として無力化されることを意味しています。航空機、無人機も同じようにたやすく撃墜できるようになり、防御側が優勢になります。指向性エネルギー兵器によってミサイル撃墜能力が 100% に近づけば、その及ぼす影響は画期的なものとなるでしょう。